目的地までおよそ 28km です。33分ぐらいかかります。料金は1900円です。信号を右です。
この信号を左です。
信号を斜め左です。およそ4キロメートル左方向です。
信号を左です。右方向です。セブンイレブンが目印です。その先90メートルで左方向です。この信号を右です。続いて左方向でポポラマーマが目印です。この信号を左です。続いて右方向です。その先50メートルで目的地周辺です。
目的地に到着しました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間4分です。運転お疲れ様でした。次回はアイドリング時間に注意しましょう。パスワードのお取り忘れにご注意ください。